ステムの部分つなげたいと思います。これをどうつなぐかが勝負です。フロントフォークですね、 L 字に形を加工しまして四角い枠を作って、そこにボルト穴をつけて、だけどそれだと若干強度が不安が、斜めカットしましたが、これがこんな感じにくっつくと。一番ちっちゃい溶接機、これで挑んでみます。さーて、これをどうやって組み立てていきましょうかね。お、なんか強そうなのができましたよ。できたも同然に思いちゃうなわけないんだよな、多分。はい、皆さんこんにちは、 DIY ドロックのテテでございます。はい、溶接工作サイクルトレーラーを作ってみたい計画、今回の目標はここ自転車の荷台と、これトレーラーになるこのステムの部分、ここをつなげたいと思います。すいません、今のはかなり分かりづらかったですね。こちらのママチャリのフレームからサイクルトレーラーを作るんですけども、トレーラーを接続したい E バイク、ちょっとこれサイドスタンドだとまっすぐにならないか。ここからセンタースタンドがついていて、まっすぐ直立するママチャリで行ってみたいと思います。サイクルトレーラーが完成したら E バイクで引っ張るつもりなんですけど、ママチャリにもくっついたら面白いですもんね。というわけで、基本的にこの自転車の荷台の方は無加工で、これにステーを取り付けて、それにサイクルトレーラーを接続したいと思います。まずママチャリをずらしまして、そしてトレーラーになるフレームを、これがあ、ちょうどいいところにこんな感じかな。ちょっとシュールな絵面になっておりますが、この牽引するママチャリのこの荷台からトレーラーになるママチャリのこのステム、この部分、ここがいい感じにつながればいいんですよね。ここですよ。これをどうつなぐかが勝負です。で、このトレーラーのジョイント方法なんですけども、昨日からコーヒー飲みながらじっくり考えてみました。かなり楽しみながら考えさせてもらったんですけど、出てきたプランがざっくりこんな感じ。かなりラフに書いてるので、あんまりこうじっくり見せるのは恥ずかしいんですけど、まず左上のこれが最初の単純なプランからガガガと思いつくままに書いたもんですね。で、これをもうちょっといろいろアレンジして、そっからさらに踏み込んでいろいろ考えてみたんですけども、途中取り外せないってことが気づいて、そしてその修正案書いたのがこの3枚目で、最終的にもろもろメモを加えたのがこちらの4枚目となります。まあ、といってもそんな奇抜なプランを作ることはちょっとできないので、一番シンプルなのがこのフロントフォークですね。ここを切って L 字に形を加工しまして、そして荷台の方に四角い枠を作って、そこにボルト穴をつけて接続するのがおそらく無難な形状だと思うんですよ。だけどそれだと若干強度が不安があるので、こちらの今は下側になってますけども、トップの方のステーから細い棒を取り付ければ三角形にできるので、これでかなり強度出せるかなと思うんです。まあ、そして使う材料もこんな感じのアングル材になっちゃうので、かなり見た目がごつくなっちゃうと思うんですけども、まあ、とりあえずは強度ありすぎて困ることはないので、重厚頂戴から言っています。だけどこれはあくまでも机上の空論、やっぱりね、現物合わせにかなうもんないので、あとはね、もう私らしく行き当たりばったり行ってみたいと思います。それでは早速始めていきましょう。そんじゃ行ってみます。さて、サイクルトレーラー側がだいたいこう水平になるような位置でいきますと、接続部分、ステムの位置関係がおそらくここになるはずなんですよ。さあ、こっからがお楽しみだ。どうやってつなげていきましょうか。さあ、まずはフロントフォークの加工をします。
一番最初にこのライトステアをまず切っ飛ばしまして、そしてこのフロントフォークを斜めカットいたします。はい、それではカッティングホイールで切断していきます。行ってみます。はい、切り取りました。はい、フロントフォークがバラバラになりました。とりあえずこの2つは使わないので、いきなり斜めカットしましたが、これがこんな感じにくっつくと。ピポット部分をどうしようかと思ったんですけど、今回はねすっごくシンプルな形でいきます。買ってきたのがこれ2分の1インチのボルトと、でこちらが M12 のナットでございます。12ミリのナットはドリルを通してバカ穴にいたします。旋盤があればねカラー作るところなんですけど、これで代用。はい、それではここにこれ19ミリのパイプ、これを加えてピボット部分を作っていきます。はい、それではどんどんいきましょう。これこっちか、このナットを入れてパイプ、ナット、そして軽く締め付けます。よし、これで概ねセンター出たところで、はい、それでは溶接いってみます。はい、今回の溶接機は例の一番ちっちゃい溶接機、これで挑んでみます。いきますよ。間違ってないかな、変なとこくっつけたら一発でアウト。さあ、それではどんどんいきますよ。次はこれ25-25アングルを90ミリの長さで切ってまいりました。これからステム部分を組み立てます。さーて、これをどうやって組み立てていきましょうかね。まずこの幅、これが84なので 3mm ぐらいか、まあ大体ですけどね。そしたらどうしようかな、これでいけるかな。これをおおむね垂直にして、このやり方でいけますかね。あ、そう、取りまして、でこうちょっと持つのがあれだけど、こんなもんか。ではいきます。せーの、よし。あ、これなんかちょっと緊張する。うまくいけるかな。これをよいしょ、こんな感じですよね。合ってるか、名犬です。いきます。緊張する。多少歪むかもしれないけど、
よし。お、目剣で合わせた割には意外と歪みが少ないです。これでいけるかな。さて、とりあえずはこんなもんでしょうか。はい、そしてさらにさっき作ったこのボルトをこれを取り付けます。センターを見まして、ここは地味に肉厚薄いんだな、気をつけないと。お、なんかね、思ってたよりいい感じになりましたよ。フロントフォークのパイプにアングルをつけまして、そしてナットとパイプをくっつけたものをさらにくっつけたんですけども、いいね、なんかかなり頑丈な感じになりました。これだけでもそこそこの強度出てるかもしれないですね。いいね、いいね。それではフレームにフィッティングしてみます。お、なんか強そうなのができましたよ。さあどうでしょうか。これがおそらくここら辺かな。これだったら左右にスイングしてもここ当たらないですもんね。皆様いかがでしょうか。ちょっとごつくなってはいますけども、割と収まりよくなってる気がいたします。もうここまでできたらかなりイメージできますよね。やっぱこれかな、アングル材をこうやって荷台に取り付けまして、でこれこっち側にも取り付けて穴を開けて、これまずシャフトで固定する。であとは荷台にどう固定するかですよね。ほい、もう一個いちゃうと、ほら、もうこうなるとできたも同然に思えちゃうなわけないんだよな。多分これまでの教訓ですが、ここで焦っちゃいけない。次はね、こちら荷台に取り付ける枠、これをねじっくり考えたいと思います。